BTS や RSSE、RAFIM が所属する HYBE 主催のサバイバルオーディション番組、RUNEXT。RUNEXT、RUNEC から誕生した、新ガールズグループアイコーと LLIT、IRIT。写真、3月25日、韓国デビューショーケースを開催したアイコーと LLIT メンバー2024年3月25日に韓国デビューを果たし世界的に注目を集める中、4月14日に放送される日本テレビ、世界の果てまで行って Q の企画に参加し、日本の地上波番組デビューします。世界の果てまで行って Q への K-POP アーティスト出演は初めてだそう。ILLIT は、初めて日本のバラエティ番組に出演できることになってとても光栄です。ガンバレルーヤの皆さんと一緒に踊ったコート MAGNETICコートも楽しみにしていてください。とコメントしています。2024年注目。新ガールズグループアイコーと LLIT。BTS や RSSE、RAFIM、New Jeans を擁する。韓国の大手芸能事務所 HYBE 主催のサバイバルオーディション番組 RUNEXT、RUNEC、RUNEXT によって結成されたガールズグループアイコーと LLIT、IRIT。サバイバル番組 RUNEXT。2023年6月30日から放送開始した HYBE 主催のオーディション番組。日本人7人を含む練習生22人が参加し、次世代の HYBE ガールズグループの誕生に注目が集まっていました。2023年9月1日に放送された最終回では、サバイバルを勝ち抜いたメンバー6人が、アイコーと LLIT としてデビューすることが決定。最終デビューメンバーとして決定した6名のうち、上位2名は視聴者投票により選出。残りの4人は事務所が選択するというシステムでした。グループ名の由来は、グループ名のアイコーと LLIT には、自主的で積極的な意思を意味する、アイコーと LL、と、革新的で特別な何かを意味する、IT、という2つの単語を、でつなぎ合わせ、何でも成し遂げられる、という可能性を表現しています。ファンダムはまだ決まっておらず、どんな愛称になるのかが今から楽しみですね。